私。
ついたよ。ありがとうさ。わかった。よし、作戦どおりだ。これなら戦いなら二人同時に守れるんです。なるほど、理にかなっているな。わかったわ。長いだけの作戦じゃなかったってことか。ここの守りも万全というわけではないわ。みんな気を抜かずにね。ん？皆の者、最後まで確実に守り抜くのじゃ。勝つためには頭を使わないとな。
ああ。ねえ、ジュリエッタ。そうね、ありがとう。いらっしゃ。何をお望みかしら。よし、行くわよ。待ちくたびれたぜ。ご用はないかしら。また寄ってね。いらっしゃ。何をお望みかしら。選手交代ね。ご用はないかしら。また寄ってね。ありがとう。Thank you.
これが太古の霊木ね。こいつに俺たちが祈りを捧げれば聖なる雫が手に入るんだったな。ええ、そうよ。さあ二人とも霊木の前へ。待って。そもそも俺の完璧な作戦を邪魔することなんてどんな奴にもできやしないけどな。そうね、作戦とかよくわからないけど邪魔する奴は片っ端からやっつけてやるわ。あなたたち本当に頼もしくなったわね。じゃあみんなでさっさと片付けちゃいましょう。されるなんて屈辱よ。あの装置も霊木を狙ってるみたい。魔物と装置をいっぺんに相手しなきゃ。あの魔物の金ピカの部分、もしかすると金だったりして。ぼーっとしてると痛い目に遭うぜ。あいつは他の魔物とは訳が違うぞ。確かにあの独特な姿といい動きといい、一筋縄で分からそうな相手ですね。敵からこれほどする動きは
金31号の参考になるぞ。できるなら捕まえて解体したいわ。ああ、中はどうなっているのかしら。もう十分だってば。今はこいつを倒すことに集中しよう。全て読み通りだ。久しぶりに戻ってきたと思ったら、外の者たちまで連れてくるなんてね。里を救ってくれたことはありがたく思うわよ。でもね、掟を破った罰は受けてもらわなくちゃ。さてと、すごく痛いのと、とっても恥ずかしいの、どっちがいいかね。え、もしかして無事では済まないかもしれないってこのこと？そうなの。ごめんね。俺は恥ずかしいより痛い方がいい。え、何？待ってよ。え？私は痛いのはちょっと。ありがとう、二人とも。でも、あなたたちに罰は受けさせないわ。おばあ様、私たち
調停者の使命は世界樹を守り光と闇のバランスを保つことのはず。今世界樹は闇の力に侵され本来の機能を失っているの。このままではいずれ枯れてしまうわ。私は調停者として世界樹を助けたいの。そのためなら手段は選ばない。起きてだっていくつでも破るつもりよ。おばあ様、いや、おさ、そこをどいて。この子たち、光の一族の力がどうしても必要なの。言いたいことはそれでおしまいかい？お前は本当に困った孫だよ。引き分けのない子には死ぬより辛い罰を与えなければ。なんちゃって。さすが私の孫だわね。お前の言う通りだよ。私たちには掟を守ることなんかより大切な使命がある。里の外に出ていい仲間と出会ってしっかり成長したんだね。ジュリエッタ、私はお前を誇りに思うわよ。さすが私のおばあ様だわ。ありがとう。さあ祈りを捧げなさい。霊木はきっとあなた方の声に応えてくれますよ。うん、よー